どうも、小田です。私は今車をですね、運転しておりまして、ちょっとね神戸に行く用事がありましてね、ついでにですね昼ご飯まだ食べてないんですけども、ポートピアホテル、こちらでですねテイクアウトを今やってるということで、しかもなんかこうドライブスルーでね、受け取れるみたいな、そんなことをねこの時期ということで始めたということで、ちょっとそちらをですねピックアップしに行きたいと思っております。ポートピアホテルといえばですね、関西に住んでない方はですね馴染みないとは思うんですけども、神戸で言えばですね老舗のホテルで、オリエンタルホテル、大倉と、それでポートピアホテルという感じですかね。私も久々に行くので楽しみです。ポートアイランドの方にありますので、神戸空港があるところですね、そちらの方にじゃあ向かいたいと思います。では自動運転で行きましょう。左に進んでください。ポートアイランドの今からあと200メートルで左側のランプに進入してポートアイランドポートターミナルに進んでください。これまっすぐ行けばありますね、それで港もありまして、前回コスタクルーズとかね乗った時とかはそこで乗りましたね。こっからじゃあドライブスルーでピューって行けるはずなんですが、できるかな、その弁当できてんのか、そもそもね、ネットで予約はしたんですけども。今左折してください。目的地は左側です。あった、受け取り場所って。ドライブスルーの受け取りに来たんですけれども、小野田と申します。はい、すぐ来てくださいましたね。書いてます。立派なホテルですよね。関西圏に住んでない人とかでも、こう神戸の人とね結婚したりとか親戚ができると、神戸来た時にここでなんか食事とか、私も妻と両親とここで食事したことありますけれども、そんなところです。泊まったことは多分ないね、そんなに利用されてる方はいないのかな。今午後3時とかなんでね、変な時間帯ということもありまして、私たち以外誰もおりませんでした。はい、はい、受け取りました。ドライブスルーといえばここで受け取るのかなと思ったんですけど、それは違いました、ということで無事受け取りました。近くにスーパーチャージャーがあるので、そこで食べましょうか。ちょっとこれはいいんだよ。テスラスーパーチャージャー神戸、もう6分で行けますね。じゃあ向かいます。よし、また機会があれば泊まりに行きたいです。でこれはイケアですね。めちゃめちゃ景色がいいですね。ここでちょうどチャージしながら食べる、いいじゃないですか。ああ気持ちいいですね。ゴルフ場がね、そう横にあるんで、ここでゴルフされてる人はこうチャージしている間に1時間ぐらいサクッとっていうのでいいかもしれないですね。メインとも言える今回のこちら、開けてみましょうか。
まあ、値段はねすごいお手頃です。いろいろあるんですけども、洋風ななんかステーキとかポークステーキみたいなのもあれば、なんかおでんみたいなのもね、和食のお店とかあと中華とか、まあいろいろあって2000円とかそれぐらいで、もちろん店で食べるよりもお手頃だと思います。こんな感じでやっぱホテルですね、素敵な袋で入れてくれて嬉しいです、うん、あ、すごいいい匂い。こんな感じで入っておりました。ドドンということで、私が頼んだのはポークグリルトリュフ風味のバルサミコソースライス付き1749円でございます。事前に決済しておくと 10% オフとか、そんなんだったんで、もう現金のやり取りはいらずっていうので、うん、すごいいい感じでしたね。それでこんな風にポートピアホテルということでありがとうございます、利用させていただきました。まあ、それ気になる中身なんですけども、まあ、こんな感じでございます、うん、やっぱりまあ、ね、ホテルのテイクアウトということだけやった、なかなかコロナの前はですねテイクアウトっていうのはしてなかったと思うんですけども、やっぱホテルはレベル高いですね。こんな風にすごい見た目も綺麗です。あとはライス、それでこちらが妻のやつとなるんですけれども、同じ値段ぐらいですね、エビチリの弁当というので、こちらを今回妻はチョイスしました。最近体に気を使ってるんで、サラダも必ず極力食べるようにしております。めっちゃ量多いわ、こんだけある。これ2つある、これ後で晩ご飯食べよう。サラダもこんだけあるって700円、買いすぎましたね。もういただこうかと思います。まずはサラダいただきますフォークはねちょっとちっちゃいですけど、よし、うん、これもなんかテレビで知ったのかな、あのポートピアでテイクアウトしてるっていうのは、うん、まあ、たまたま知って、ちょっと今回神戸来ることもあったんで買ってみたって感じなんですけども、いやいいですね、こう電気自動車チャージしながらあの食べるっていうのも、うん、野菜もとてもフレッシュで美味しいです、うん、この車だとねそれぞれ食べづらいっていうところはありますけども、メインをいただきますか。いただきます。トリュフ風味ということで、風味なんで入ってるわけではないんですよね、うん、確かに。でも風味はするようなしないような美味しいです、うん、うん、ちょっとブロッコリーもいただきましょうか、うん、ポテトもいただきます、うん、ちょっとご飯も軽くいただきますか、はい、うん、家で食べることを想定しているのが若干あったかいというよりかはもう冷たく用意してくれたみたいなので、まあ、レンジ大体家あると思うんですけども、チンしてあの食べたら多分もっと美味しくなると思います。でももちろん冷たいままでも十分楽しめますね、味をね、うん、特にあの私ダイエットをですねちょっと頑張っておりましてですね、あんまりご飯とかもねいっぱいね食べれないんですけども、肉はね食べることができるので骨にしますね。今もねお腹減ってる状態だったんですけども、うん、こうやってねホテルの料理をカジュアルにねテイクアウトして車の中で食べたりとか、まあ、家でこうだらだらね YouTube とかテレビとか見ながらね食べれるっていうのはコロナがなければなかなか実現できなかったんで、そういった意味では嬉しいですね。ゆっくりねあのこちらいただきたいと思います。いやポテトうまいな、野菜も全部いただきました。その中山筋肉のチャンネルを最近見てるんですけども、中山筋肉も野菜は食べろとそう言ってましたけど、しっかりお塩を守って野菜はしっかり食べております。妻にもこちらの中華弁当美味しそうですね、いただこうかと思います。珍しいものが何個あって、この団子みたいなやつこれちょっといただきます。つくね的なやつですね、甘いソースがかかってとても美味しいです。エビチリ、うん、中華ですけどなぜかタイで食べるようななんか味だなっていうふうに思いました。美味しいです。でっかい鶏肉美味しそうです。うん、甘いな、ごちゃも美味しいです。よし、美味しくいただきまして、食べ終わったらですねもうチャージも満タンというので、そう私のやつはね500までいかないですけど497ぐらいかながマックスなんですけど、もうほぼマックスにあのチャージすることができて、いやいいひとときでございました。ぜひポートピアホテルのお近く行くことがあればですねあの利用してみてほしいですし、皆さんのね住んでる街でこんなテイクアウトあるよみたいなね、新しくできたよみたいなね、あのそんなのがあればですねぜひとも教えていただければと思います。こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。